一月二十五日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です皆さんこの寒波の中大丈夫ですか無事に過ごしていらっしゃいますか<ー>私この後ですね、はいえー、気象協会の方にご登場いただいて、えー、天気どうなるのかを詳しく伺うんですが、はい 一応その後で時間がもしあった場合の話題というのを一つ前振りだけしておきますけれども、はい、私、えーまあ、アパートと呼んでるのでございます。なぜアパートととと呼んでいいるかというと、はい マンションというのは日本で一般的によく使われますけれども私の五感におけるマンションというのは、ええ、まあ例えば例えて言うならばディズニーランドのホーンテッドマンションみたいな <laughs> あれがマンションなんですよそうですね、もうなんかお城のような豪華な家っていうのはマンションでなんか数十平米の一人暮らしの 空間をマンションはないだろうっていうのが私個人的にね思うところがありまして自分の住んでるところはアパートとこういうふうに表現するんですがおそらく日本の基準の日本語の基準によればまあ1人暮らしのマンションという言い方が正しいと思いますけれどもまああえて言いたくないのでアパートと言いますけど私のアパート今日起きて水道を出したら凍結していて出なかった。 そうですか。ハイなー。マンションじゃないアパートでも。はい。<laughs> そうです。で、はい、いわゆるそのまあアパート中タってですよ。<ー>結構高さのあるですね。はい,はい、いわゆるなんとかマンションみたいなやつですよね。まあ、素敵なゴージャスマンション。<laughs> いやいや。<laughs> <laughs> それのまあ確かに高層階だから <laughs>、えー、地上よりも寒かった可能性もありますが。ああそう。 8時過ぎに起きてきて眠い目をこすりながら水道を出そうと思ったら出ないトイレも流れないそうでれは洗面所も水が出ないであのトイレは悪いことにですね最近の私が住んでるようなところってタンクがないんですよタンクのあるやつならそのタンクに残った分で1回ぐらい流すとかできるじゃないですかタンクがないんです。全部電気になっっててるやつ まあ言っちゃなんだけどどうにもならないんですよ。というような話の続きは後ほどするにしてにそれだけあの空気冷えてます東京でもマイナス2.9、最低気温ね、それはだって0度より下がはね水は凍りますよそこの今シーズンの最強寒波につきまして現在の様子、そしてこれから、ね、どうなっていくのか気象協会の森さんに伺ってみます。 森さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいやー冷えましたね。そうですね。あのー、今朝はもう寒くてたまらなかったっていう方多いんじゃないでしょうかね。えー、現状今どんな感じですか。はい。えっ、ー、と東京の気温今、えー、見てみますと15時現在で2.4度とうう、ね、15時で2.4度っていうのはこの季節の平年と比べるとどうなんですか。そうですね。だいたい平年よりはまだ低いんですけども。はあはあ、えっと朝の最低気温がマイナス2.9度 でしたから、えええー、まあ5度ぐらいは上がってきたというような感じです。えー、なんでこんなに寒いんですか。はい、えー、っと今回流れ込んできた最強寒波と呼ばれるものの影響になっています。うん、流れ込んでどうして流れ込んできたんですか。はい、あのここのと流れ込んできた寒気なんですけども、はいはい、えっと昨日のまあ今朝の段階でですね。えええ と関東の南の方までですね。はいはい、1500メートル付近でマイナス15度と上空ですか。はい。は<ー>えっという寒気がえっ、ー、と流れ込んで。どこから来たんですか。北極から来たんですか。そうですね。北極の方から流れあった寒気が流れ込んできてなんですけども、えー、この1500メートル付近のマイナス15度という寒気なんですが、はいはい、平年で行くとだいたい北海道の最果ての街はあ、稚内、えー。 海のはい、はい、えところらへんにとどまっている空気が関東の方までぐーんと押し出されてきちゃったとすそりゃあいですね押し出された理由というのは寒気のたまり込みの時期と放出の時期があるんですけれどもそれがあの上空のちょっと難しくなりますが、ええ、偏西風の蛇行によって南の方に流れ込んでくるんですね。ええ でその偏西風の蛇行がかなり日本付近で南の方にぐんと下がってきてしまったのでそこで全部寒気がゴーンと落ちてきたという,う状況になっております、えー、ピークはいつでどのぐらい続きますはい、えー、ピークの方はですね一応昨日がピークだったと、あ<ー>でもうすでにピークは過ぎ始めています。あそうですかはい 本日は今晩から明日にかけては昨日から今朝にかけてほどは下がらないということです,か、はい、そうですね。あのー、明日の予想最高気温、東京で見ますと氷点下1度 1>、えー、ということですので、えー、っと今朝ほどは下がらないというような感じですいやそれにしてもですね気象協会の森さんにぼやいたってしょうがないんですが。はい あの私、結構あの子供の頃から自宅の水道管凍るということがよくあってですね、はい、破裂するということもよくあったんで一戸、はい、建ての家だったらそれなりの対処方法は知ってるわけですよ、はい、ところが私、今住んでるのがいわゆるあのマンションってやつで,ですねそのマンションの共用の水道管自分で何か巻くわけいかないじゃないですかそれ凍っっちゃったたららどうしたらいいですかねこれ,、はいえー、とそれは管理会社の方に問い合わせてください。そうです、ね、そうですすね さんに聞いた私が間違っていた。は <laughs> いうことでどうですかこれからどういうことに警戒が必要ですか。はいえー、っと今現在もですね気温の方、はい、上がっては来ているんですけどね、えー、明日の朝の最低気温が、えー、関東地方氷点下のところが多くなっております。はい、まだ。 路面がこう湿っているようなところですね。ええ、そういったところでは、あの、明日の朝にかけて凍結する可能性がございます。なるほど足元十分注意ということですね、はい。そうですね。明日も氷点下だから、やっぱり、あの、いろんなものが凍ることは考えた方がいいということですね。そうですね。もうちょっと、あの、中期って言うんですが数ヶ月単位で見たとき、はい、この冬どうなりそうですか。えっと、まずですね。あの。 今回のピークは一旦過ぎたんですけれども、えーえー、次の寒気が、えー、今度の、えー、と金曜日頃から土曜日頃にかけて入ってきます<ー><お>ただ、今回ほど強くないんですね。なるほどで問題になるのはあの関東で雪になるのに南岸低気圧というのがあるんですけれども27日にかけてその南岸低気圧というのがちょっと進んでくる可能性があります。<ー>えー、ただあの関東の南部 えっと千葉県とか東京都、神奈川県、そちらの方は雨で経過するんじゃないかなというようなところで、ね、ただ北部の方はですね、はい、関東北部、やっぱりあの寒気入ってきて。えーっと 雨えっと水物が降りますので結構まとまった量の雪になる恐れもありますのでえっと関東北部の方は注意していただきたいと思います二月三月四月あたりっていうのはどうなんですか平年に比べてそこからはあの長期予報を見ていかないといけないんですけれどもえっと今のところはちょっと待ってください細かいところがごめんなさいすいません予定にないことにどんどん聞いちゃってますからすいませんごめんなさいねはえっと そうですね、向こう一、1ヶ月はちょっと気温が低めで経過する感じになっておりますね。はい、はい、はい。そうですか。わかりました。じゃあ、あまあ、あの、とりあえず当面、えー。注意は引き続き必要と。そうですよね。まあざっくり言うと、そういうことですね。そうですね。はい。 いやすいませんありがとうございましたはい失礼いたしますありがとうございました気象協会の森さんに伺いましたさっきのアパート水道凍結天末期なんですが8時過ぎに起きた段階で水道が凍結してるわけですよほいで顔も洗えない歯も磨けないトイレも流せないという状況になるじゃないですかところがですねですか。ちょっと自慢していいですか私ですねえ、2リットルの水のペットボトルの空のやつが結構たくさんうちに あったんです、えー、なんでかというと地元の町内会の町内会費が余ったので数年前にですね長期災害用備蓄の水というのが配られたんですよ無料で6本セットからなんか配られたんです2リットルのやつが6本セットで2箱みたいな12本みたいな、うん、24リットルからなんか配られたんです、うん、でその水をちょっとずつ使ってなくなったらそこに水道水を入れて流しの下に入れて保存しておいたんです。<ー>今回 もともと空だった2リットルのペットボトルの水が中に水道水を入れたやつが8本あってそれだけで2 8 16リットルなんですで私太平洋横断を経験してますで太平洋横断で最も命を守るために必要なのは真水なんですよ。で真水というのが大体ね太平洋横断中っていうのは1日2リットルの真水があったら人間は死なないっていうのがねでトイレはマ、まあ、ヨットの場合はトイレは海水汲み上げますからそれは関係ないんですけども、うん まあ大体トイレを 買い流すのに5リットルから6リットルあれば流れるということは経験的に知ってますから、はい、16リットル備蓄があったので水道水なんです、うん、こ,のこの水道水っていうのが意外と長持ちしますというのは水道水には塩素が入ってますからかペットボトル空いたやつに水道水詰めとおいても数ヶ月なら楽に持ちますでまたあのトイレ流す水だったら多少傷んでも大丈夫ですからいいいいでまあそれで料理するとか飲み水にするでも数ヶ月間は大抵大丈夫なんで、うん、うちその16リットルの水割り ましたから朝起きた瞬間にですねまずそんなもの使うことないだろうと思って貯めといたんだけどうこ,れは、ね、ここでしか言いませんけど今日断水という現実であ水道管凍ったと、はいね、タワーマンの上の方で、うん、うわこれは困ったなと普通の人は思うはずなんだけど、うん、私はラッキー。<laughs> あの水を使うチャンスがめっきりだと。それで、まあ歯磨くところから顔洗うところからコーヒー飲むところまで。で、あのシャンプーもですね。実は太平洋断中にいろいろ技術を編み出して、今500ミリリットル、5 0ミリリットルの水、普通あの自動販売機で売ってる水ありますね。あの500ミリリットルの水一本で頭一回洗えます。いや、それが洗えるんですよやり方によったら。ですか。だっ500ミリリットルで頭洗 洗う用用の介護用品なんかも出てます実実はーーで,実際洗いますで体洗う全身洗うシャワーするんでも5リットルあったらものすごく贅沢に体洗えます<ー>そうするとね16リットルの水が備蓄してあるということが、うん、すごい心の支えになってトイレもね、うん、16リットルあれば2回ぐらいは楽に流せますは<ー>、はい、というようなことで朝からですね、えー、やったー <laughs> と思って <laughs>、ね、その備蓄の水を、うんえー、どんどん使っていって。 そしたら9時半に水が出ました、はい。 だ,だ,んだん溶けてきたんでしょうねで9時半の段階で水が出たんでそこから普通に生活できて、えー、あのシャワーも浴びて出てこられたんですが、えー、え何が言いたいかというと皆さん普段からの備えですまさに、ね、飲み終わった後の水のペットボトルをそのまま捨てるんじゃなくて、えー、水道水入れて毎日の時に置いといて、うん、で私はそれね水が長期だと腐っちゃうんで、はい、数か月に1回は中の水を入れ替えるという作業を。んととししてててまますねずここなも 一生のうち一回役に立つことはないだろうと思っていたら今日役に立ってっんこんな時にすっごい嬉しいんです私備あれば憂いなしですねやったー立ちすぎだいやまあそれに喜ぶなのはどうかと思うけど <laughs> ね。本当に<ー> 備えあれば憂いなし。ぜひ参考にしていただければと思います。それでは先にお進みください。もう大満足ですね。はい。では株と為替のニュー今週プラあのテーブルに落ちた素松で進んでますからね。そのくらいのことはないとね。そう悪いことあればいいことあるって人生繰り返しですから。はい。次悪いこときます。あざない縄の元今何回言ったしいや何でもない。今何回言ったでしょ。さあ株と為替の動きです今日の東京株式市場 日経平均株価4営業日続伸しました昨日と比べて95円82銭高い27,395円1銭で取引を終えました先月16日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました朝方は利益確定売りが先行したものの午後は買い戻しが入りまして相場を押し上げたということです 為替相場現在1ドル130円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんに次期日銀総裁候補について伺っていきます ご時台はロシア参謀総長が第二次大戦以来の危機と述べるというニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております辛抱さんのねお話に関することそれからあなたが気になるニュースなどどんどん送ってください メールは zoomzoom1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいではエンディングにお送りするズームオミュージックリクエストのお題です朝起きたら断水していた時に聞きたい曲、はあ、朝起きたら断水していた時に聞きたいそんな曲はないだろう 難しいですね。えーえー、これはあの除外規定なし。なしで,で、ね、オールオッケーで、はい、よく考えてね、OK、送ってください。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 ドイツ政府がドイツの主力戦車レオパルト2をウクライナに供与することを決めたと現地メディアが報じました。また、複数のアメリカメディアは、アメリカ政府が主力戦車エイブラムスをウクライナに供与する方向で最終調整に入り、今週中にも発表する可能性があると報じました。 新型コロナの感染症法上の位置づけについて政府が現在の二類相当から5類への引き下げを今月27日にも正式決定する方向で調整していることが分かりました引き下げの時期について時事通信によりますと5月の大型連休の前後を想定しているそうです また、小中学校などで卒業式に向けて子どものマスクの着用を緩和する案が政府内に浮上しています。全国で相次ぐ強盗事件をめぐり、逮捕された複数の容疑者が SNS を通じ、ルフィと名乗る人物から指示を受けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 ルフィと名乗っていた人物は去年の10月から12月に東京都稲城市や山口県岩国市広島市西区で発生した強盗事件などに関与していたとみられています日本電気工業会によりますと去年1年間の白物家電の国内の出荷額は2兆5724億円で前の年より2%増加しました 1991年に次いで2番目に高い水準となりました原材料や輸送費などの高騰で製品の価格が上昇したことが主な要因です東京商工リサーチの調査によりますと2022年のパチンコホールの倒産は39件となり過去10年間で最多を記録しました 生命打開のため、今年の4月からたまに触れずに遊べる次世代のパチンコ機、スマートパチンコが登場します。パナソニックホールディングスの参加で IT 事業を手掛けるパナソニックコネクトが、来月、録画用のブルーレイディスクの生産を終了することが分かりました。角川はエンタメ情報誌ザ・テレビジョンのさらなる強化を図るため、週刊ザ・テレビジョンを、 3月1日発売号を最後に休止月刊ザテレビジョンと統合しリニューアル観光することを発表しました週刊ザテレビジョンは1982年に観光し有名人がレモンを持った表紙で親しまれていました第95回アメリカのアカデミー賞の候補作が発表され作品賞にトム・クルーズ主演の人気映画の続編 トップガンマーベリックなど10作品が選ばれましたまた脚色賞には黒沢明監督の生きるをリメイクした生きるリビングがノミネートされましたああもうアカデミー賞の季節になってきましたかこのほど発表されたのはノミネートで、はい、本選が3月ですから、はい、まあこの間に えー、どれが賞を取るんだみたいなねそういう話題も増えてくるんだろうと思いますが、うん、今年おそらく大本命はですね、うんえー、最多ノミネートになってるのが10部門11ノミネートの「エブリィ・ e ン・エブリフェア・オール・アット・オンス」まあ,あの訳すと同時にどこでも、えー、全てのことがっていう多分ね、うん、なんかイメージで言うと量子力学っていうのに私最近凝ってるんですよ。ね、で量量子子力学量子論の世界では、うんえー あの多元多元宇宙っていうかですね、うんえー、私という存在もう増山さやかさんという存在も同時に、はい、あの多元宇宙で無数に、うん、あの次元の違うところに同時にいるというようなイメージか分かんないでしょ、うん、言ってる私も分かんないから大丈夫です。<laughs> <laughs> で <laughs>、うん、これ多分「エブリスグ・エブリフォオール・アトワンス」と聞いていいえそれがアカデミー賞の最有力候補って言われてもそんな映画知らないよそりゃそうですあの日本でまだ公開されてませんから、ね、日本で公開されるのも3月でおそらくねアカデミー賞の直前ぐらいに日本で公開が始まってで配給会社としては公開中にアカデミー賞で話題になってくれるや、うん、だからにそのアカデミー賞のタイミングに合わせて、うん。 結構そのコストのかかってる映画はもう勝負かけてくるっていうおそらくそんな形の公開になりそうですが、はい、えあ,のあらすじみたいなやつをこうサイトで見たらですねどんな映画かっていうと簡単に言うとですね私のイメージですよ、はい、私のイメージですがあの天海祐希さんが主人公の老後の資金がありませんっていう映画知ってますかなんかあのひでえひ、うん、悲惨な境遇で老後の資金がありませんと えー、アイアンマンを足して主人公を女性にしたい内容です。それに量子力学のあのー、雰囲気をまぶした感じですね。<笑><笑>すどうですか？わかりました。分からなくなりましたけど。あ、そうですか。 はい、でもう1つニュースの原稿にありました黒澤明監督の「生きる」うん「生きる」って、まあ、名画中の名画ですよね黒澤明監督の「生きる」をリメイクした「生きるリビング」という映画がノミネートされてるんですが、はい、これなんでこう今原稿の中で取り上げられてるかというとそれ脚色賞というのでノミネートされてるんですがこの作品は、うん、この脚色に当たったのが数尾石黒なんですよ。あ ね、カズオイシグロっていうのはいやいやノーベル文学賞日本人なのかもイギリス人なのか知りませんけれどもイギリス在住の日系人であることは間違いないですね、うん、日本人かもしれません、うんえー、国籍どうかわかりませんがそのカズオイシグロが、えー、あの手がけてる映画なんでそれもあの黒澤明,明監督の本案ですからだからまあそれでに話題になってるということなんです。はいはい 数えし黒ですよ。だいたいまあ数えし黒あのノーベル賞を取ったときに集中して全部読みましたけどね。あ、そうですか。はい。いえー、いや,いや面白いですよ。あのネバーレットミーゴっていうね、あの、うん、私を話さないでっていうのは。うん、確か日本でも舞台になったり、テレビドラマになったりしてますけどね。うん、なかなか、なかなか面白かったりですね。はい、さあ、その一つ前です。テレビといえば、ザテレビジョン。えー、週刊ザテレビジョンが。 これ今、増マさんの言語ひどいですよね、<laughs> ザ・テレビジョンのさらなる強化を図るためって、簡単にいや、週刊ザ・テレビジョンがなくなって、月刊ザ・テレビジョンに統合されるっていう話で。うん、統合して頑張るんですよ、さいやいや、だって月刊テレビジョンはもうすでにあるわけで、<laughs> 要するに単なる週刊ザ・テレビジョン廃刊って話じゃねえかよっていう。とね ザテレビジョン、あのね、必ず表紙の撮影でレモンを持たされるんです。私一回か二回出たことがあります。はい、レモン、レモン持って写真ですよ。もうずいぶん昔の話ですけどね、ザテレビジョン、必ずあのレモン持って写真撮るんですが。そうなんだ、辛抱しいや、あのザテレビジョンがもう廃刊かっていうね、この間あの週刊朝日が実質上の廃刊になる。というのがニュースになりましたけど、やっぱりちょっと週刊誌なかなかね。 背景に何があるかというとこのちょっとやっぱ最近のインフレでですね、うん、紙の値段がだいぶ上がってきてるんだと思いますねだ,だから多分3月いっぱいぐらいまでは多分紙会社と契約してこの値段ね値段ねっていうことなんですがおそらく契約公開で4月ぐらいから紙の値段が上がると発行部数も落ちてるし<ー>とてもじゃないけどやっていけないよっていう週刊誌が、はい あの契約儀礼で年度替わりで契約更改みたいなことで次々そんなことになる可能性もあるよなっていうそんな話であありますさあその一つ前の話でパチンコの次世代のパチンコで「たまに触らずに」っていうパチンコ台が登場するよということなんですが背景にはいろんなことがあってですね現行機種のパチンコ台があれあのパチンコ台って 警察と非常にこう行政と密接なやり取りの中でこのぐらいの出玉率っていうのがものすごく厳しく決まってるんですよいいいいで、おそらく現行機種が相当人気がないんじゃないかと思いますね最近私ね結構パチンコ屋覗くんですが、はい、明らかにお客さんが減ってます,すパチンコ屋さんの数自体がピーク時の今も半分以下ですから<ー>だから次世代機にか,てかけたいっていう思いなんですけど あれこれから先いよいよ本題に入るんだけど本題がねいつもね遅いですよねそうなのよねー <laughs> <laughs> ズームフラッシュでした1月25日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日もねご意見いただいていますありがとうございますありがとうございます大見の旬さんですへえへえ こんにちは。いつも滋賀で聞いています。えー、毎朝４時には長官が来ますが、午後２時でもまだ届きませんあらまあ。いやなんかね。いい日西日本京都滋賀。はいはい、まあ今お便りいただいたのがメッセージいただいたのが滋賀ですが、はい、隣の京都でえー、電車の中であの乗客取り残されるなどして大変なことになっているということなんで。はい <laughs> まあ、特に、ね、JR 西日本って結構、ね、あのこういうことが予想される場合にはかなり早めに計画運休って言って電車止めちゃうんですが、えー、それでも今回、JR 西の,あの範囲の中で電車の中で人が取り残されてでなんでそんなことになっちゃったかというと、はい、ポイントっていう線路の,この,あの行き先切り替えるところが凍結して動かなくなっちゃったということなんで想定以上の寒さに西日本が襲われたと。うんえーえー いうことなんだろうと思いますね。まあ長官来なくても多分死なないと思いますから。まあちょっとね我慢して。水道止まるよりはましじゃないかなと思いますけど。どっちかっていうとね。そうですね。ちょっとなるべくニュースはこのズームを聞いてあの。大丈夫です。はいこの番組さえ聞いてれば大丈夫です。はい。では続いて大田区にお住まいに看板のピンさん、五十六歳の方です。 私も空のペットボトルに水をためています。冒頭私の話ですね。ねはいわ。私の住んでるアパートが満し、ま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 、断水になった話です。はい。はい、で、真夏の朝、マンションで断水があったときに、それで茶碗を洗って寝癖を直してから歯磨きとお化粧をしてお葬式に出かけたことがあります。あら、でも良かったですね。これね、お水あって。ここまでで四リットル使ってしまいましたが、本当備えあれば憂いなしですね。そうなんです。<と>やっぱりね四リットル。 水があると、うん、あの最低限の生活はできます。うん、はい一日ぐらいだったらね。はい、ちなみにこの方ちなみに私は毎日の洗濯に二本ずつ使って一週間で入れ替えることを自分に課していたんですが、ね、そんなにお水が持つなら安心です。辛坊さんいつも役立つ実体験をありがとうございます。私の実験によりますとですね、うんえー、太平洋端二ヶ月半片道かかってるわけですよ。<laughs> であの時に大阪で積み込んだ水が えー、アメリカの西海岸に着く頃にはちょっと痛み始めてて。 かなっていう実感はありましただから水道水を船のタンクに積んだ時に2ヶ月ぐらいまでは何とか持つというのが私の実験です,です、ね、ただねそれ塩素濃度にもよるんですよだからその水道の塩素濃度って多分基準があるはずですからどこでもあの最低限はクリアしてるはずなんだけどそっから先どのぐらいの濃度かっていうのはそのまあ例えば塩素投入したところと蛇口までの距離とかいろんな条件がありますから一概には言えませんが水道水って意外 持ちます少なくとも数週間は絶対持ちますからね、うん、だからあの空いたペットボトルの水のペットボトルにこ,これがね,いいね逆にあの。 砂糖が入っているなペットボトルに水入れると、その砂糖が原因で腐ることがありますから。だからもうよく洗うか、もう水のペットボトルに水を入れるということをしている限りは、そう簡単には腐らないです。ただこの方のようにね、決まって洗濯の時に使うというの習慣づけちゃうっていうのは非常にね、非常に合理的ですよね。水も無駄にならないですね。ただ面倒くさいっすよ。それよっぽどマメな人じゃないと無理だと思いますね。自分に貸していたということですけれども。えらいの。 看板のピンさん偉い <laughs>、ね。さあまだまだあなたのご意見こちらまで送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎をカタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームミュージックリクエストちょっとねお題が難しいんですが、朝起きたら断水していた時に聞きたい曲。 考えて送ってください。断水の曲って思い浮かばないよな。断水。はい。まあ、ジタスイングオールナイト。はい。あ、中にあるあるですよ。この番組のリスナーの。そう、ええ、あり。そう、まあ、そうですね。理由もね、そうやって送って。ものすごいベタですが。意外と多いかもしれない。ですね意外と来るかもしれません。お待ちしております。 さあこの後は長浜俊弘さん登場です辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです日銀の総裁候補岸田総理大臣は今日の衆議院本会議で日銀総裁人事について今後の経済の動向も見ながら的確に判断していくと述べました また、第2次安倍政権以降を推進してきたアベノミクスについては、デフレではない状況を作り、雇用者所得の雇用者所得の総額は増えたものの、女性や高齢者の労働参加で、1人当たりの賃金は伸び悩んだと指摘しました。現在、日銀の新総裁の候補には、雨宮正義日銀副総裁と、中曽宏前副総裁のほか、複数の候補の名前が挙がっています。 さあ、では月一レギュラーです。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんです。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。こんばんはです。なんか講演忙しいらしいですね。ああ、もういつもこの時期ははい新春公演で新春公演でね。来週も六日連続出張ですね。<ー>はい。六日連続出張。日曜から金曜まで全国入れてきます。えーえー、休みの日も働くんですか。 あ日曜はまああの全迫という感じで、ご苦労様ですいやで今これ、あの日銀の総裁候補の話を今日していただくということなんですが、はい、私ね、この登場人物、全く知らないんですよ、だからそれぞれどんな人で、はい、どういう状況になりつつあるのか、教えてくださいー、はいえー、とまず、おそらくマーケットが一番、ま、期待しているのは、雨、はあ、宮さんだと思うんですが、ね、ほうほうなぜかというと、これ、今の副総裁やられている。 方なので基本的にそのやっぱりマーケットとしてはあまりこうマーケットが激変してしまうのも嫌なのでどういう経歴の方ですか、はいまあ、この方はもともと日銀のプリンスって前から言われている方でま,まさに若い頃からもう多分、私ね、はい、あの結構ね、まあま、最近ちょっと公演自体そんなにやってないんですけど結構。 地方を呼ばれていくじゃなそうするとあの、地方の日銀に呼ばれていったりなんかすることもあるわけですよ、そうするとあの、日銀、例えば大阪支店長とか、はいはい、いるじゃないですか、はい、あの人たちって、どのキャリア、日銀の中でどのぐらいの地位の人たちなんですかね。いやでも支店長になるってことは、やっぱ相当、はいあのし、出世されてる方だと思います日銀っていうのは、普通の銀行みたいに新卒で入るんですか。はい、はいはい ハイフです。そ、はい、どういう出生でキャリアパスで上がっていくわけですか。え例えば、の普通の都市銀行なんかだと。 なんかあのもう入校したときから、はい、まあ,ある意味、学歴で選別されてエリートコースと兵隊要員と、はい、でも、兵隊要員でも営業成績上げたら支、はい、店長になってどのこのっていうキャリアパスがあるじゃないですか、はいはい、日銀なんて別に普通の銀行じゃないわけだから、はいね、営業してるわけでもなかろうにどうやってそのキャリアパスの中で上がっていって最後、その日銀のプリンスみたいなことになるわけですか。あはい、ですからまあ営業とかがないので、ええ まさに、ね、そういう、ですかねあの要は下の働きみたいな人はなくて、多分最初入るときは、一応こう、まあ、エリート採用というか、はあ、でそういう中からこう競争で勝ち残っていくんじゃないですか、で普通に行くと、事務方のトップは理事だと思うんですけど、そこが一番トップで地方の日銀の支店長ってのはどのぐらい偉いんですか。支店長は、まあ、私が知っている方でも 支店長をやって、えーまあ、理事になられてる方もいらっしゃいますから私が期待聞いてるところによると、まあ、多分これって日銀だけじゃなくて普通の銀行とかもそうだと思うんですけど、はい、やっぱり。 この支店の支店長をやると、まあエリ,エリートコースとか、なんかそういうのあるみたいなんですね。だから中にはそのこれも私も聞いたことありますけど、もうなんだろう定年間近なんだけども、ええもう最後の赴任先として、まあ自分の地元の、はい、あの近くのまあ日銀の支店長をやって、えーえー、まあ地元企業にはマクダみたいな、まあそういう方もいらっしゃるらしいですけど、あ<ー>まあただ基本やっぱり支店長まで行くってことは日銀の中でも相当やっぱり出世されているってことなんじゃないですかね。ね天宮さんというのはまあその。 日銀に新卒で入って、そこで出世をされて、副総裁までたどり着いた方、はい。そうですね。すはい、で、特にこの方は、あの、まあ、やっぱり、日銀の中でも、まあ、一番の、その、なんですかね。あの、まあ、王道というか、今、やっぱり、その、まあ、金融政策の実務のところとか。まあ、あとは、夜、まあ、昔。 調査統計局っていうんですかね経気動向をいろいろ分析したりとかそういったところだと思うんですけど雨、まあ、宮さんはあのもう長らくそのいわゆる金融政策の実務ずっとやられてきている方なのでだからこそ多分、黒田体制の中でもこれだけいろんなこうあの金融政策手を買い品なお替出てきたのもやっぱり雨宮さんの功績が大きいんじゃないかなと、ね。これだから 黒田さんがあの2期がもう4月で終わるので,、はい、で、これはもう交代はこの間、岸田さんが減免したので、これは100%ですね、セントですね。で,すねはい、で、黒田さんからその雨宮さんに変わったら、何が起きます、はいえー、と基本はまあ現状維持なんですけど、ただ、やはり、えー、え日銀出身の方なので、はい、やっぱり多分まあ黒田総裁がこれまでやられてきたことって、とりあえずそれまでのまあ日銀出身の方からすると、 まあ結構、大風呂敷広げた感じだと思うんですね黒田さんというのは、日銀出身ではなくて、財務省出身、はい、財務省の財務官ですねただこれも細かい話をすると、実は過去の,その日銀総裁というのは、要は。 ある意味その日銀のトップと財務省のトップの人たちの助け掛け事にですね。要するに交代で代わり弁当やることですね。で特に財務省から来る人っていうのはトップの事務次官の方がやったんですね。だから黒田さんは入れなんですよ。財務官なのにやられた。財務官っていうのは何番目ぐらいなんですか。事務次官の次じゃないですかね。三番目なんですか。え、だから事あ事務次官の次があ要はあの財務省の一番トップが事務次官。その下が財務官。まあ何かいると思うんですけど。でなんでそうなったかっていうと要は 結局その安倍さんはその金融政策を大きく変えたいと、ええ、その大きく変える、まあ、同じ志を持っていた方で一番適任と思ったのが、だからそういうその過去の,そのポジションとか関係なく。過去は事務次官で要するにらし、僕、はい、ら省財務省の官僚のトップが、甘くなるっていうんですかね、スライドするポジションになったのを、はいはい、トップではなくて2番手を。 連れてきたのこだからこれだけの,その、まあ、過去にはなかったというのは。 積極的な金融緩和をやったわけですけど、ただ多分日銀 DNA 的に考えると、若干、や,やりすぎというか、やっぱり将来的には元に近い方に戻したいという意向は、黒田さんよりはちょっと働きやすいかなと、分かりました、雨宮さんというのはそういう方だと、はい、でそれから、名前が,上がっているか中曽さんですね、はい、中曽さんはあのー、中曽さんってこれ、はい、あの中曽根の根を取った名前ですよね、変わった名字ですね、この方も。うん そうですね。この方はだから雨宮さんの前の黒田さんに使えた副総裁雨宮さんの前の黒田一期目の副総裁黒田大成一期目の総裁はそうか五年二期の十年十年,年,年やって最初の五年の時の副総裁はいはいはい,、はいはいはい でこの方はどっちかっていうと、雨宮さんみたいその金融政策の実務長くやってきたっていうよりも、いわゆるマクロプルーデンスっていうんで、要はだ危機管理的なところ。もともと何やってた人なんですか、この人は。もともと、一番そのよく言われてる活躍された時っていうのが、リーマンショックなどの,の要は金融システムの不安のところをいろいろこう、はいあのえ、日銀の人ですか、日銀です、もちろん。 なので、えええ、この方がなると、まあ、一応、黒田大生の下で副捜査をやられていたので、ええ、激変はないものの、雨、はい、宮さんよりはどちらかというと、おまあ、あの危機管理の方にあに重きがあるので、少し雨宮さんよりも出口が早まりそうかなと、あともう一つは中曽さんの特徴として、まあ、この方ってなんか、すごいもう帰国子女でも、英語ペラペラらしくて、国際的なその。帰国子女っていう割には、はい、あの。<laughs> おっさんですけどね英語もネイティブらしいんですよ英語もネイティブ、ええええ、だからそういった意味ではその国際的なねそういったあ,のあれにはたけてる方みたいなことが言われているんですけどただまあこれもなんかある,あるそのあのメディアの方から聞いた話なんですけどもちろんこれ日銀の,その総裁っていうのはやっぱり財務省とかの意向もある程度ね組み入れられると思うんですけど財、はい、務省からするとそのやっぱり。 財務省にに出向に日銀から出向に来ている人間というのがもう超一流だと、まあ、そういう財務省からそういう考え方あるらしいんですね。ははええ、だで雨宮さんは財務省に出向してるらしいんですけど中曽さんは出向してないらしいんですよね。<ー>なのでなんかそうなると、まあ、財務省的に雨宮さんがいいんじゃないかみたいな話があるんですけどははそこで実は多分雨宮さんも中曽さんもまあ大きくはそんな変わらないと思うんですが、ええ、今一番市場があの警戒しているのが、ええ、要は。 伝え聞くところへと一旦このお二方って結構要はあの衆に難色を示してるみたいなやりたがってないみたいな報道が出ていて、そうするとじゃあ次に候補になるとどどの方かっていうとまたその一個前の副総裁、ええ、要はあのえっと白川日銀の時の副総裁山口さんって方なんですかね。その方何されてるんですか今。この方はええと今どこだった、どっかのなんちゃらリサーチのなんかお依頼やってる <laughs> 日光リサーチかな,なんか。 はあはあ、なんですけど、はあ、要はなんで警戒されてるかというと、はあ、まさにこの方ってその要は黒田体制の前で副捜査やられていてある意味その白河体制から黒田体制ってオセロの白が全部黒になったみたいな金融政策がガラッと変わったわけですよ。ということはその方がなるとなると,なると、はあ、もう象徴的にそのアベノミクスの金融政策が完全に巻き戻されるって観測がマーケットに伝わるとですね。 円高株安。えごめんなさい。その方の名前なんでしたっけ。山口さん、ね。山口さん。はい。わかりました。今ちょっとあのキープレイヤーとして名前を確認しておくと。はい えー、黒田体制はこの春で終わると、はい、黒田体制10年続きましたと、はい、前半の5年の時の副総裁が中曽さんでさん、はい、後半の10年の副総裁が雨宮さんで黒田体制になる前の白河体制の時の副総裁の山口さんという方がこの中曽さんと雨宮さんが2人とも断ったら浮上してくる可能性があると、はいうかまあ実際は浮上してるんですよ、ね、浮上しょうなりそうですか でこれもちょっとあの風の風の噂なんでよく分かんないですけどんか、あのー、希望的感想かもしれませんけど、まあ、誇示されてるや雨,雨宮さんがどうやら観念したみたいな噂がきて。 ちですと風の若手のうの噂ってどっからその風は <laughs> どっからその風は起きてだからであんまり信じないからだ,だってそれこそこの前だってあるじゃないですか某新聞社がですね、はい、なんか日銀がなんだっけあの要はあの金融政策の副作用のなんか点検するとか言ってなんか報道して結局蓋開けてみたらやってなくてそれに踊ら,踊らされてなんか売り仕掛けしてたあの海外のヘッジファンドが応存したりとかありましたけど、はい、だからそういう風の噂なんで全然信じてないでもらいたいんですけど一応まあそういう噂 上がって、まあ、私は個人的には天宮さんだなっていってたのがどうなんですかあの下馬評というかですね、はいはい、まああのえー、かりましたえー、っとあの。 長浜さんはおそらく雨宮さんになる可能性が高いというかそのほかのメディアエコノミストその他の予測で票を入れるとすると今どんなこと多分一番多いのが天雨宮さんだと思うんですよで次やっぱり仲さんがいい悪いじゃなくてどうなりそうかという票どううなりそかが雨宮さんが一番多くて次中曽さんでごく一部今副総裁されてる元早稲田の教授の若田部 さんが総裁がいいっていうという人もい誰。誰ですか誰ですか若田部さんという人はまあマセトまあリフレ派ですごいやっぱまあまだコロダさんと近い感じで、はあ、まあ金融緩和に非常に積極的で。若田部どういう経営の方ですか。早稲田大学の教授の方です。早稲田の教授。はいはい。はい から日銀に今副総裁やられていていも,ともと教授あでも早稲田大学はずっと、まあ、あの海外の大学あのあのカナダかなんか大学で PG 取られたのか、まああがそういう経歴の早稲田って経済学部ないけど政経かあ政経の経済学科ですねあはいはいはい、はい、の方っていうかが一部いますけど、ええうん、まあ多分まあでもやっぱり一番多分、えー、じゃ今名前が4人出ました雨、はい、宮さん中曽さん山口さん、はい、もう一人が なんだっけ、若田部さん、若田部さん、若田部さん。えそれぞれあの可能性で言うとパーセンテージいきましょう。天宮さん五十。天宮さん五十、五十パーセント。中曽さん、あ天宮さん六十かな。天宮さん六十パーセント、はい。中曽さん三十？三十パーセント。山口さん若田部さん五ぐらいですか。なるほど。ということは天宮さんでほぼ決まりと。 考えてもいいいかなっていや、分かんないですよ、でもこれはやっぱり、負担開けてみないか分からないのでい、それで今の話を総合すると、雨、はい、宮さんがなった場合に、そんなに大きくは現状と変わらないということですね、はい、だからその、去年の年末に金融政策の修正をして、確かに長期金利は上がったんですけど、はい、0.25%から0.5%までの上昇を許容するとでも、やっぱり長期金利って実、実は、時短経済の影響って、短期に比べたら大きくないんですよね。 それこそ住宅ローンの固定金利上がったりとか、まあ、長期の設備投資の、ね、融資を受けたりとかしたらあの負担増えちゃうかもしれないですけどやっぱり重要なのはその中小企業とかってやっぱりそのた短期プライムレート短期金利に連動する形の,あので利息でお金借りてるので,、うん、で逆に言うとあの要は利上げですよねだから短期金利を今マイナス金利をマイナス金利解除とかゼロ金利解除とかそういうのが早くやられちゃうと。 まあ別に経験がよくなるばやってもいいと思うんですけど、よくなる前にやっちゃうとちょっと困っちゃって、で実は日本,日本の金融政策の過去を振り返ると、大体早めにやりすぎて失敗してるっていうのが、これまでの経験則なんで、しかしそれもあれですね、物価動向次第ですよねああおっしゃだりですね,ね物価経済動向次第だからちょその直近なんか4%とかっていうのが。あの で40年ぶりとかかってて報道されてるじゃないですかはい、はい、足元の物価で、はい、日銀は来年度の物価今年度に関して言うとまあ3%上がるけれども2023年度に関して言うと1.6%ぐらいだろうと1.6%ぐらいだったら、はい、まあ言っちゃなんだけどそんなにあの物価上昇っていう感じもない数字なんですけど来年の物価上昇がさあ日銀の予想する通り1.6%で済むのかっていうのは。はい ちょっと私危惧してるのは去年の6月段階で日銀の2022年度の物価上昇ってまだ1.9%で7月に2.3%に変えて年末2.9%まで来て今直近で言うと3%まで上げてきたじゃないですかそうするとこの半年ぐらいで日銀の予想する物価上昇率ってかなり上がってきているんで来年本当に1.6%で収まるのかとこれ結構エコノミストの人はそれで収まるていう人多いんですけど。 本当はどううななりそうなんですかねあ逆に言うと、去年なんでそんなに上がったかというと、要は40年ぶりのインフレで、そこまで上がった、コモディティと上がったからそうなったわけなんですけど、もうあの要は商品市況って、去年の夏にピークアト下がってきてるんですね。で、私が見積もる今年の日本経済って、私はもっと円高が進むと思ってるので。 まあそういういことを考える、まあ、日銀もそういう考えだと思うんですけど、あのー、1.6ぐらいかなと逆に言うとただいい意味で物価が上振れる可能性があってそれは何かというと今年の春闘で予想以上のいろんな企業が賃上げを実施することによっていい意味でこう要はディワンドプルインフレといういいインフレになってきて物価が上がってくれば、まあ、それは私は日銀は出口に向かってもいいと思うんですけど悪い意味ではま,あそうです、ね、また <laughs> なかなか物価が下がん悪いコストプッシュ売りが下がらないでっていうことはあると思います。 にまあもともとだって10年前に日銀は物価を上げるということで目標に据えてきてるわけだからだからまあある意味物価があの適正に上がり始めたというのならば、はい、そんなに騒がなくていい話というまあ簡単に言えばそういう状況で。はいはい これからそ,そのあたりどうなるのかと、うん、でまあ日銀まあ4月の7日かなんかから交代時期は、えーはい、10<日>月の前半ですね前半ですね、はい、その段階で名前は多分週来週から再来週が出るとま出ますか、うん、そこでもう決まりですか、はい、ああも出たらとりあえずもうあとは国会同意人事はい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 そうか、はい、あのーはい、日銀総裁人事っていうのはめんどくさくて。 あの衆議院と参議院で両方可決しないと認められない、うん、だけど今、もあのねじれてないので、でこれがねねじれ国会で,で、参議院で野党が多いと、衆議院は取っても参議院で認めてもらえないから、そのまんまあの、いつまでたっても中ブラリンということが過去いくつかあったんですけど、ねそうですね、だから、ね、衆参ともにあの与党が過半数、軽く超えてますから、はい、まあだから名前が出たら決まると,と,、ね、ということが、もういつですか。 え、まあ、多分、名前は来週か再来週出ると思いますけど来、来週か再来週に。注目ですね。さあ、マミヤさん60、六十パーセント。はいうん、これ、中曽さんっていうのは、私、どう見ても、これ、漢字見ると、中曽さんに見えちゃうんだよね <laughs> 中曽さんですね。三十パーセント。ねはい、ま今日もたっぷりと、の、お話を伺いました、長浜さんですが。はい,はい。 本をね、プレゼントしてくださるということで、もう今月の17日に発売されたばっかりです、PHP 研究所から、給料が上がらないのは円安のせいですか通貨で読み解く経済の仕組みという、こちら、3人の方にプレゼントす、PH、p ですかこれ？はい。はい。であの、私も読ませていただきましたが、非常にあの分かりやすく、ええあの、経済苦手っていう方でも分かるようにね、はい、書かれているもの はい、はい、<laughs> ぜひ三人の方にプレゼントです、ね。あそうです、ね、あ、一緒ですね。四刷り決まりました。ああ、素晴らしい。い <laughs> あ,あの、欲しいという方、メールでご応募ください。はい、ええー、三冊プレゼントです。はい、宛先はズームアットマーク一二四二ドットコム。締め切り今夜の深夜零時ですから、あのラジコのタイムフリーとかポッドキャストでお聞きの方もね。ぜひご応募ください。当選者の発表、商品の発送を持って帰させていただきます。さ月一レギュラーの第一生命経済研究所主席エコノミ ミスト長浜俊弘さんでした今日もありがとうございました,ました1月25日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんはしんぼ郎ですこんばんは日本放送の増山さやかです今日もズームをミュージックリクエストにねたくさんリクエストいただきましてうまどうもありがとうございました今日のお題は 朝起きたら断水していた時に聞きたい曲辛坊さんのね今朝の様子ですが、はい、ちょっと難しいお題でした、ええはい、秋田県から言ってた断水もウォルナイト来てないですか、まあまあ、<laughs> まあまあまあ、はい、<laughs> 秋田県秋田市のしみたるみさん五十二歳の方ね、はい、朝起きたら断水していた時に聞きたい曲は TRF で寒い夜だからをリクエストします本当にそうですね, <laughs> ね、えー、歌のタイトル通りで昨日今日寒い寒い寒いですいや全、ま、くペットボトルに水道水勉強になります早速実践いたします、はい、ぜひぜひね。 でこちら秋田はまだまだ暴風雪ピークが続いています秋田、はあ、寒いだろうなもうこっち東京の日じゃないですよ、ええ、氷点下。熱ですからねそうそうそう、はい、今年<で>いや去年行きましたけど、はい、あ,あそうですかでもこの方ね最短距離で犬の散歩してきました顔と指痛いです、ええ、ご苦労様です外でしかほら用を出さないワンちゃんとかいると困るんですよねああこういう時ねああ大変大変 それから、千葉県阿孫子市の、私の彼は御用聞きさんです。五十七歳。水がないから、内山田広さんとクールファイブ東京砂漠。いかがでしょうか。うまい。うまい。うまい。よく考えました、ね。月の砂漠でも、うさそうなもんですね。それだったらね。<ー>はい。それから、三重県鈴鹿市の五十七歳男性、東海太郎さんは。断水の時に聞きたい曲、来ましたよ。ノーランズで。 ダンスインス。よしよし。近づいてきたぞ。ダンスイングシスター近づいてきたぞ。<laughs> それから千葉県水道局さん。リクエスト局は。デビットボーイのレッツダンスイン。<laughs> いやいや、それレッツダンスだし。しレッツダンスイン。うん、そして。ええ、埼玉県にお住まいのベストエイトの壁ドオンさん、六十九歳は。アまで。 ダンスイングクイーン <laughs> い,やいやダンシングクイーンだしそれしんぼう、ね、さんがね読み水になっちゃったんですよやっぱこういうのそうすかね、うん、それからやはりですね一番多かったのがこちら神奈川県横浜市の井戸谷大谷さんはですねダンスといえばこの曲ですモンターンドブラザーズのダンスイングオールナイトやっぱりそうでしょうダンスといえばダンスイングオールナイトでしょうダンスイングオールナイトズームオンミュージックリクエスト本日は <laughs> モンタントブラザーズダンスイングオールナイト <laughs> 結局これですかはいどうも、はい、ありがとうございましたありがとうございましたじゃあエンディングでお送りしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでねいつでも気が向いたら送ってください 明日木曜日ですので、飯田浩司アナウンサーの登場です。飯田さんや辛抱さんの質問、そしてニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは、ZOMZoom at Mark 1242.com ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。 新房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですロシア参謀総長が第二次大戦以来の危機と述べるロシア軍のウクライナ侵略作戦を指揮する参謀総長はロシアの有力誌が24日に公開したインタビューで侵略作戦に関し 現代ロシアが経験したことがない規模と激しさになっていると述べ、困難に直面しているとの認識を示しました。その一方で、今月二十四日でウクライナ侵略から十一ヶ月となった侵略作戦を継続する姿勢を強調しました。なあふざけたこと言ってると感じだよね、えー。ロシアの参謀総長が。 第二次大戦以来の危機って自分で突然他国に攻めといて何を言ってやるんねんって、はい、まあ簡単に言うううとそういう話であります、はい、ただ、えー、ロシア国内の宣伝のせいでもしかすると少なからぬロシア人が、えー、本当にそれに近い思いを描いてるのかもしれないっていうのは過去にやっぱりロシアってね、えー、他国から攻め込まれて大変なことになったっていうのは。 例えばこの200年ぐらいでも200年前にですねナポレオンフランスのナポ,、うん、ナポレオンがですねロシアに攻め込んほいでまあロシアはむちゃくちゃになってですね、えー、まあこの時はまあナポレオンがとにかくロシアの冬が異様に寒いもんだからフランスも大体寒いけども、うん、だけどまあロシアの冬とは比べ物にならないわけで、まあ、この冬将軍のおかげで まあロシア国民の奮闘もあって、えー、ナポレオンは撃退されるわけですが、はい、そこから100年以上経ったですね第二次世界大戦中に今度はナチスドイツが攻め込むんですよ。うん、でナチスドイツが攻め込んだんだけども、えー、これもまあ結果的には、まあ、寒さもあってナチスドイツを撃退することに成功したと。うん、だからまあこの200年ぐらいでナポレオンフランスのナポレオンに攻め込まれナチスドイツに攻め込まれ。うん おそらくそれに続いてっていうような意識をロシア国内で広げてだからウクライナに対する勝手な侵略なんだけども対国内的な世論の形成でいうとあのナポレオンに勝ったしナチスドイツにも勝ったんだから今回も勝とうじゃないかっていうそういうまあ意識世論づくりのためにこういう宣伝が行われていくわけでまあいやまあしかし客観的に見ると何を言ってやがんでって感じなんですけどね、はい。 で実は、その第二次大戦中にあのナチスドイツがその旧ソ連に攻め込んでですね最終的にまあドイツが負けるというような思いがあるもんだから実は今回の,あの大きなニュースでいうと今日あたりの今日、夕刊レベルで一番大きなニュースはですね、はいえー、ドイツが、あのー、ウクライナに求められていたオレオパルドだっけな。 レオ,ーレオパルレオパルトツーっていうですねはい、はい、この戦車、うん、ドイツの戦車なんですがこのドイツの戦車ってやっぱり相当性能が高いらしいそうなんですかやっぱねドイツ製品ってなんだかんだ言いながら性能高いのかなっていうのは第二次大戦中の逸話なんですけども、うん、で第二次大戦中って日本とドイツと同盟結んでたじゃないですか、はい、で日本のエンジンの技術者がですねドイツのエンジンの技術みたいなものを視察に行った時に、うん ドイツのエンジンすげえわっていう<ー>そういう話がまあ残ってたりとかするわけでやっぱドイツの技術ってやっぱすごいわけで,でこの,あのドイツが開発したレオパルトっていう戦車はですねえまあ今西側西側っていうか 旧ソ連の領域だったところも含めて、えー、大体あの NATO 軍に2,000両ぐらい配置されててこのレオパルトっていうドイツの戦車っていうのはすっごく丈夫で、えー、そんなでかい戦車じゃないんですけども機動性があの非常にいい上に。えーえーうん あの地雷にもへこたれずにそれであの弾がぶっ飛んできても、はい、あの戦車って怖いのはやっぱり真上から弾を振ってくると真上が弱どんと乗組員の乗ってるとこ乗組員っていうか、うん、操縦者が乗ってるところまで弾が突き抜けると一発でぶっ壊れたりなんかするんですが、はい、それもないと。 で対ソ連とこうの戦車と向き合った時に圧倒的に優秀なんで<ー>だからあの旧ソ連の脅威にさらされてる旧、うん、特に旧ソ連邦の脅威にさらされてる旧ソ連の中でひどい目に遭ってた。 まあ東ヨーロッパの人たち例えばまあポーランドなんか代表的なところですがポーランドなんかにも何百両と配置されてて実はウクライナがとにかくもうちょっとソ連撃退するためにこのレオパルトをくれとこう言った時にポーランドあたりはやっぱりあの同情心もあるし同じような自分がもしっていう思いもあるから「OK じゃあうちの戦車あの貸してあげるっていうかあげる」って言ってウクライナに言ったんだけど、はい。 そのレオパルトっていうポーランドが持っている戦車はドイツから買ったもんでこれ契約上売ったドイツがオッケーって言わないと自分のもんなんだけどウクライナにやれないとで,で今回正式にですねポーランドがうちの戦車あのウクライナに渡すけどもいいよねって あの正式に許可求められちゃった、はい、でドイツは今までもうそのいや第二次大戦中にドイツの戦車がソ連まで行ってえ,えらい目に遭わせたこともあるし、えー、もういっぺんソ連の戦車とドイツの戦車が最前線で戦う構図に関して言うと,と、えー、ドイツ国民としてはかなり抵抗感があるんで、えー、正直ちょっとなーっていうのがあったんだけど、うん、ポーランドにそれを言われちゃったら判断しなきゃいけないという局面にこの23、うん、日になって、はい、でついに あのドイツはレオパルトポーランドが持ってるレオパルトをウクライナに渡すことも認めるしで自分の持ってるドイツが持ってるレオパルトも渡すとでもっと背景で言うと何があるかというとここへ来てですねやっぱこれあのこのウクライナ戦線を大きく変えるだけの破壊力があるっていうかあの攻撃力のある戦車なんでアメリカがですね 世界最強の戦車ってエイブラムスエ,エイブラハムかな,、はい、なんか要するにあの、えー、正式名称で多分ねこれは、まあ、エイブラハム・リンカーンに由来する戦車だと思うんですが <laughs>、うん、そのエイブラ,エエブラムスエイブラムじゃねえやエイブラムスが <laughs> 適当なこと言ってます <laughs> エイブラムスって戦車があるんですよ <laughs> この実は戦車が世界最強戦車と言われてます、うんあえー、これはあのイラク戦争かなんかの時にあっという間にイラクの戦車全部撃滅したぐらい強力なんですが、えー、この戦車もくれって言ってるんだけど。 でアメリカはこの戦車をもう,もう今バイデン政権としては出すかどうかの判断を迫られてて、はい、でも出すと、うん、で出すにあたってうちも出すからお前もドイツも出せと。 これが供与されると、うんえー、このロシアのウクライナ侵攻に関して言うと一気に戦局が変わる可能性も秘めてるぐらい、はい、実は強力な戦車を、はいうん、ドイツが許可を出して、うんえー、ウクライナに出すことを決めましたというのが今日の勇敢レベルの全市一面トップに来てますけど、はい、そういう大きなニュース。 です実際に供与されるのにはまだあの練習しないと動かせないんであなるほどちょっと時間がかかる、ねはい、時間かかだけどねもうその供与を見越してすでにポーランド国内でウクライナの戦闘員が、うん、あの実際の操縦を、ま、習い始めてるという情報もありますから,だからまあ供与され始めると多分春雪どけ 後ぐらいいにには十分戦えるる状況にななんじゃないのとだけどねドイツがもう一つ恐れてることがあって何、はい、で嫌なのはそのドイツ戦争あの第二次大戦の記憶があるからなんだけど、うん、同時にそれを供与し始めると一気に戦線があのウクライナが優勢になって、はい、ドイツが負けていくと、うん、あじゃあロシ,ロシアが負けていくとロシアが核兵器を含めて何するか分かんないっていう思いもあって。 でも逆に言うと、そのぐらい強力な戦車。の脅威を決めたというのが、今日一番大きなニュースになっています。ええー、ズボンでした。ズボンミュージックリクエストをお送りしているのは、井戸谷大家さん、クレスタさん、K さん、だから言ったじゃないのさん。つっちーくん、つねさん、ちゃんたさん、しきさん、しめーは、りっつるさん、梅ちゃんさん、秋の布おむつさん、川崎のハルハルさん、ひすみやさん、飲みすぎ注意さん、山さん、よっぽさん、夏色ボタンさん、やぐるまそうさん、あぼの角さん、音楽菊次郎さん、ポンコツ母さん、オムレつ系、おみおつけさん、訳ありなしさん。 <laughs> キスミトンさん、オキアンさん、<laughs> ジェリーのポケットさん、虎のしっぽさん、白いタンポポさん、過去最多二十七人の皆さんからのリクエスト、<laughs> モンターンのブラザーズ、ダンスイングオールナイト。<laughs> ダンスイングですからね。はい、ありがとうございました。本当に。<laughs> あびっくりした。まさかダンスイネタでダンシングオールナイトで二十七人も。<laughs> <laughs> ええ、応募があるとは思います。<laughs> それっぽいこと言って呼び込んだからですよ。はい、恐縮です、ね。はい。さあ、お聞きの日本放送、この後は五時三十分から鶴光商美和子様登場です。鶴光の噂のゴールデンリクエスト。 明日の朝六時からの飯田康二の OK 工人アップ、コメンテーターは元日銀審査委員の片岡剛志さん、国会代表質問、アメリカ政府のウクライナへの主力戦車供与をめぐるニュースについて取り上げます。明日午後三時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うか、木曜日です。飯田康二アナウンサーの登場になります。それにしても…うん いやーびっくりしましたね、うん、まさか高層マンションで、高層マンションで断水が起きるとは思いませんでしたね,ねなな私、あのこの番組でも何回も言及しておりますけれども、うんえー、京都亀岡の山中に山の家というのを長年持っておりまして、うんはい、この山の家はですね断水と凍結に本当に。 本当に悩まされてあだ、ね、私だだだあの、凍結と断水のエキスパートって <laughs> 毎年冬になると2、3回、うん、単に凍結するだけじゃなくて銅でできている水道管がありますね、はい、あれ、か凍結すると当然水は体積が増えますから、はい、内側から裂けるように割れるんです,よあす、まあ。そうすると 凍結が解除しても、えー、溶けただけじゃ済まないわけですよ。はい、その水道管の修復しなきゃいけない。はいはい、で今日はね話長くなるんですけど、うん、私アメリカに一年間いるときに、うん、吹きつけるだけで。うん その水道管のパイプの修復ができるっていうのを夜中のほいで,でスプレー缶って基本的にあのなかなかね飛行機乗せづらいんですがはい、はい、かなり苦労をしてその通販の吹きつけるだけで、はい、あの破裂したパイプの修復ができるってやつをアメリカから日本へ持ってきて山の家でまたパイプが破裂したから、はい、アメリカで買った通販のやつをシャーッと吹きつけたところあと10秒まて 特約に立た辛抱治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱治郎と明日も聞いてちょうだい <laughs>